ねえねえ、お父さん、ゴジラザライド行こうよ。なんだそれ。知らないの？あの山崎隆監督が手掛けた全世界初のゴジラアトラクションだよ。そんなことよりもマグロ。ということで、エメゴジ親子を引き連れて来ました。埼玉県は所沢市、西武園遊園地。1950年に開園されたこの遊園地は、昨年2021年にリニューアルオープンされ、昭和の熱気や活気が堪能できる場所になってるんですが、この場所に我らが怪獣王がいるんですよね。うわあ、いるね。この看板も昭和感漂ってていいですな。ではね、早速入場したいんですけど、僕クラスになると、まあ、顔パスで入ることができるので、中に飛んでいきたいと思います。はい、そんなわけもなく、入場券と西武園遊園地内で使える通貨西武園を購入します。面白い。よし、大富豪になったところで早速入場だ。中に入ると出迎えてくれるのがこの夕日の丘商店街。ここは1960年代の商店街を再現してあるんですよ。本当に昔にタイムスリップしたかのような感覚に陥るんです。で、生まれてないけどなんか懐かしい気持ちになるんですよね。もう初っ端からノスタルジーな気分にさせてくれる遊園地はもうここしかないでしょ。皆川治くん元気かな。ここの新聞屋さんもいいよね、外観が。で、この新聞なんかあるぞ。これは行くしかない。あれだ、ゴジラザライド、そびえ立っておる。興奮で心臓がバーニング状態になりながらも早速入場だ。ちなみに身長が100センチ以上の方から乗車することができるんだけど、僕の身長は誰だこいつは。身長 OK、 準備は完了。一体どんなアトラクションになるのか、緊張の一瞬だ。ただいま日本政府から飛騨山脈付近で突如謎の巨大不明生物が出現したとの発表がありました。緊急放送です。今日本政府、まだこんなに人か。先ほど政府から発表があった謎の巨大生物が今飛行しながらこちらに向かってきているとの報告がありました。我々はこの巨大生物をキングギドラと呼称することにいたしました。このキングギドラの出現に反応したかのように、東京湾沖の海上で巨大な黒い影が本部に係の者の指示に従って水域に移動してください。やばいね。想像以上にすごかったわ。いやね、本当にね、
これはもうね、みんな絶対見た方がいい。この画面の向こうにいる、今寝転んでるんでしょ君、そこの君だよ。あのね、そこに寝転んでゴジバトやってないで、さっさとこのさ、ゴジラザライド見に行くんだ。ねえねえ、見に行く。はい、興奮のあまり取り乱してしまいました。誠に申し訳ございません。でも本当にすごかった。忖度なしで本当にすごかった。まずいい意味で想像してたのと全然違った。めっちゃ揺れるわ、ミストが噴出するわ、足が浮いてちょっと怖いわで、しっかりアトラクションしてた。ゴジラファンじゃなくても本当に純粋に楽しめるんじゃないかなと思います。まず舞台は1960年で、特殊装甲車に乗ってギドラから逃げるっていう設定なんだけど、まずこのナレーションというか実況ボイスが大塚明夫さんで、めちゃくちゃ説得力があるから世界観にどっぷり入ることができるんですよ。で、映像なんだけどマジですごい。まあ、10分ほどなんだけど、日本の CG ってここまでできるんだなっていう感じ。こう体表のリアル感とかもすごいのよ。そしてただ CG がすごいだけじゃなくて、アトラクションとしっかりマッチしている映像と音声になっていて、とにかく臨場感がすごい。本当にギドラに襲われている感覚に陥って幸せだし、やっぱりゴジラの登場は震えるし、なんかもう怪獣バトルに自分も混ぜてもらってる感覚に陥るんですよ。もうラドンもそうだそうだと言ってますよ。あとゴジバトはしましょう。もうとにかく最後まで見逃せないし、もう、とりあえず見て。そしてアトラクションの後は、やっぱり、ショップだよね。そうだね、メガドロンだね。ここでは西武園遊園地限定のゴジラ商品がたくさんありました。こうオリジナル T シャツとか、こう昔からある昭和っぽいお菓子とか、こうね、結構充実していてびっくりしました。意外。ちなみにここにある懐かしそうな映画のポスターなんですけど、実際には存在しません。で、やっぱり目玉はフィギュアですよ。これが欲しかったのよ。自分で好きな個体をじっくり舐めるように選んで購入。ちなみに通貨が足りなくて2回に分けて購入しました。商品は動画の後半でご紹介します。そしてこの遊園地には手塚治虫先生の鉄腕アトムやジャングル大帝などのアトラクションもあって、せっかくなのでこちらの列車に乗りましょう。本日はレオランドへようこそ。さあ、目の前にトンネルが見えてきました。このトンネルを越えるとレオランドの裏側が、周りにいないかよーく見ていてくださいね。レオ、ダイヤ、僕たちからのプレゼント、みんなまた必ず遊びに来てね。皆さん、今日はレオたちを助けてくれて、なんかね、汚れた心が浄化されて童心に帰りました。ちょっとね、あそこにね、さっき乗ったジャングル大帝のやつがあるので行きます。こう床の絵、こうぐにゃんぐにゃんになってるでしょ。で、これはこうジャングル大帝なんだけど、引いて撮影するとこうしっかりと絵になってるんですよね。こう騙し絵的な感じかな。こういうのもなんか懐かしいですよね。腰に来ました。ちなみにアトムもあります。そんなアトムの月面旅行、ジェットコースター的なやつなんですけど、まあこれぐらいなら余裕でしょう。生きる。お腹が空いてきたので商店街に戻ってきました。ここでは実際にイカ焼きを食べることができるんですよ。どうもありがとうございます。食べやすいので気をつけてください。はい、どうも。買いました。食べよう。大変申し訳ございません。食べてるシーンが撮影できてなくて、イメージ図でご了承ください。これの100倍美味しそうで、美味しかったです。で、他にも飲食店は結構あって、こちらは古き良き喫茶店。メニューも懐かしいんだけど、スパゲッティナポレターナがめっちゃ食いたかったな。で、僕はですね、こちらの定食屋に入りました。メニューにひねりがないのがめっちゃ良いのよ。シンプルに美味しそうなのばっかりある感じね。で、ソースカツ飯を頼みました。これ懐かしい味がしました。で、ご飯を食べたら土管で一服ですわ。落ち着く。これって本当雨とかしのげんのかな。だから本当にコンクリートでさ、うん、秘密基地感がすごい。なんかね、友達とこういうところで
ゴジラ談義とかさ、デュエルしたいわ。たけしとミサ、今どうしてるかな。これ、親戚のおばちゃんが書いてた気がする。なんかめっちゃ懐かしい。なんだっけこれ。家に帰って、まじまじと舐めるように見たい。素材は PVC で結構軽いぞ。ちょっとね、自分で撮っていい。でね、商店街エンターテインメントっていうのがこうゲリラ的に行われるんだけど、なんかね、いい意味でエンターテインメント感がないというか、こうなんか日常に溶け込んでて自然なんですよね。それが個人的には好きでした。うん、ほのぼのした。そして交番もしっかりあります。死亡者負傷者ゼロ。ずっとこうだといいな。でもこれ中も結構面白くて、あなたの近くにいる、見つけたら交番へ、醜い下着泥棒って、あと身長高すぎん。でっけえ顔して歩くんじゃねえこの田舎もんか。そして最後はお土産ですね。こう懐かしさを感じさせる商品がずらっと並んでおります。こうガマ口とか手袋とか、こう靴下が可愛かったんだよね。こうパッケージとかもこだわってるのがいいよね。でもちろんここにもゴジラの商品がありますし、ジャングル大帝などの商品もあります。ちなみに商品を買う際に必要な西武園はここの郵便局で買うことができます。こういうシステムね、面倒と思う方もいるかもしんないけど、個人的には世界観をしっかり守ってて好き。いやー楽しかったな。帰る時には本当にゴジラザライドに乗ったのが遠い昔のように思えるんだよね。エメゴジ親子も大満足のようです。ありがとう昭和の街。はい、ということで西武園遊園地、本当に想像以上に楽しかった。いやね、変な話、遊園地自体はあんまり期待してなかったんですよ。でもね、なんかね、本当落ち着くのよ、昭和の古き街が。でね、こう流れてる BGM とかもスーダラ節とか銀座カンカン娘とか高校3年生とか黒猫のタンゴは流れてたっけな、まあ、とにかく昔父親の車の中で流れてた曲が多くて、なんかねそれがねすごい良かったんですよ。でキャストの方もその警察官だったりね、こう商店街のおばちゃんとかになりきってこう自然にね話しかけてくれるんだよね。まあ本当にまだまだ紹介できてないっていうかさ、全然見れてないのがたくさんあって、こういう謎解きアトラクションとかあったり、なんかねこう新聞見てあれこんなのあるんだって結構気づくんだよね。あ、このご飯とか団子とかあったんだね。あ、イカ焼きあるじゃん、イカ焼き、これこれ美味しそうでしょ。あ、ここにゴジラいるしね。いやこれ本当にね、こう何度も行きたくなる、そんな遊園地でした。本当に本当に、てかね、リアルに言うと親を連れて行ってあげたいと思った。うん、こう年配の方めっちゃ楽しいと思うんだよね。あ、でもね、お客さんの層は平日だったんだけど、若い子がとにかく多かった。カップルもいたし、でもね、男の子のグループとか女の子のグループも結構多かった気がする。で、そんな子たちがゴジラのアトラクションを見て興奮してるところを僕が見てね、こっちまでなんかね嬉しくなるんだよね。勝手ながらね、なんか反応見てたらめっちゃ評判いい感じだった。いやー、ゴジラ広まってくれるといいな。ではね、そんなゴジラの商品たちを見ていきましょうか。ではまずはザーン、ムービーモンスターシリーズゴジラ、ゴジラザライドバージョン。はい、来ました。やっと手に入れることができた。そしてさっき遊園地で見たゴジラや、昭和の街に現れた破壊神、それとも守護神、その名はゴジラ。これライドゴジって言ったらいいのかな。このフォルム、どこか懐かしくなるフォルムだと思いません？はい、こちら高さは 15.5 センチほど、幅は12センチほど、そして奥行きは19センチほどになります。素材は PVC で結構軽いです。最近のムービーモンスターシリーズのゴジラ VS コングと比較すると、まあ大体高さは同じぐらいなんだけど、こう前から見た時のボリュームがすごいのよ。まあね、コングは横に広いからあれとしても、このゴジラとの違いよ。ちなみに最近の他のムビモンのゴジラと比較するとこんな感じ。まあ高さは大体同じぐらい、でもフィギュアのボリュームはでかいキュラゴジ、そしてマッチョなギドゴジにも負けてません。なのでこう非常に立体的っていうのが第一印象で、この全体のフォルムはオールウェイズ3丁目の夕日に登場したあのゴジラにちょっと似てるんですよね。やっぱり同じ山崎隆監督っていうのも大きいと思います。そしてまたこうめちゃくちゃ小顔なんだよね。このあたりは非常に現代的なゴジラというか、ちょっとハリウッド
ゴジラ感もあるよね。そして白目でちょっと怖そうな感じ。このあたりは GM 系ゴジラ感もやっぱありますよね。ああ、いいね。いい表情しとる。このちょっと怖い感じが初代ゴジラの雰囲気も感じるんだよな。まあただ黒目はね、劇中ではあったかもしれません。で、ちょっとこう上から見たフォルムなんかは、ちょっと平成ゴジラ感あるというか、ちょっとビオゴジ、ギドゴジのような感じもするよね。うん、この頭の上の感じがすごく平成ゴジラっぽい。歯なんかも黒が入ってて、すごく立体的ですよね。ベロのぷっくり感も良き。上側もしっかり作られております。でさ、この首の太さよ。やばくないですか、この首の太さ。絶対に打たれ強い。非常にたくましい首をしている。ケンシロウですね。また体表も硬そうなんだよね。なんかこうちょっと鱗のようなものがある感じね。なんか岩タイプのゴジラっていう感じ。でもこの辺りの体表もね、アトラクションでしっかり堪能できんのよ。このゴツゴツ体表、ああ見たくなってきた映像。今から行こうかな。であれですね、色味はダークグレーが基調で、そこにグレーのウェザリング彩色というか、ちょっと緑っぽいぽさもあるかな。この彩色が非常に硬そうなんだよね。でこの肩もすごく発達してて、腕もこうすっごくぶっといんだけど、こう近くで見るとしなやかさもあって、ちょっと鳥っぽいんですよね。この爪の感じとかさ、あとこの肘のこの辺りもなんか硬質化した羽のようにも見える。見ようによってはちょっとエルボークロー感もある。でもこの辺りはこのハリウッドゴジラの足、この辺りの鳥っぽさに通ずる部分があるかなと思いました。この手の内側もちょっと鳥っぽい。でそんな腕はね、こうガシャガシャ回すことができます。これがソフビのいいところだね。そしてちっちゃな顔とは対照的なこの強靭な下半身、こう下から映してるってのもあるけど、本当にでかいよね。この下半身が太い感じはゴジラウルティマや GM 系ゴジラを連想させます。特に形は GM 系に似てるかな。でもね、この足の先はちょっとハリウッドゴジラのしなやかさも感じるし、ちょっとこう指の感じなんかは平成ゴジラ感あるし、やっぱりいろんなゴジラの要素がある感じするね。でもこの体表とかすごくリアル。やっぱこのかかとの後ろの突起とかもさ、やっぱちょっと鳥感というか恐竜感あるね。でそんな足はこんな感じでね、ガシャガシャ回すことができます。どんな怪獣も可愛くしてしまう魔法のポーズ。あ、でもさ、足の裏もしっかり作られてる。こう非常にぷっくり感があって分厚い足っていうのが分かりますね。ほいでからのこの背びれ、あー来ましたよ、このゴジラザライドライン。なんかガイドラインみたい。で背びれの形自体は初代とか平成にちょっと似てるんだよね。平成に近いかな。この辺りの造形がやっぱり懐かしさを感じるゆえんなんだよね。あ、でもこう筋が入ってて造形もいいね。上から見ても、あ、こいつは強い。背びれ見ても強いの確信した。でそれからこの尻尾の突起が結構激しいんだよね。この辺りちょっと不規則に乱雑にボコボコ生えてて、ちょっとこうアンギラス感あるというかさ、武器感すごい尻尾だと思うんだよね。うん、この辺もやっぱちょっと硬くて強そうだなと思うゆえん。この辺りもさ、こうすごい棍棒のような尻尾してるな。やっぱりトータル硬そうだよね。で最後尻尾の裏側、この辺りのシワの入り方なんかは非常にこう着ぐるみ感があって、親しみをね感じてしまうわけですね、これ。うん、もう、あ、これはもうゴジラだ後ろから見ると。はい、そんな感じで、まずフィギュアとしては非常にね立体的でね素晴らしいんだけど、なんかこうゴジラとしてはちょっと一見平成ゴジラっぽいんだけど、ちょっと小顔で下半身が大きい感じは海外ゴジラっぽいし、でもなんか雰囲気は初代ゴジラもあるしっていう、なんかいろんなゴジラをねドッキングさせたような、そんなゴジラ味を感じましたね。まあそんな感じで、このゴジラがねこう動いてるところをね、もうみんなにね見てほしいんだけど、やっぱりこいつと並べたいのがムービーモンスターシリーズキングギドラゴジラザライドバージョン。来ました、ギドラ。ああ、ちょっとなんかゴジラよりも興奮してしまう自分がいて、ゴジラごめん。昭和の街に突如現れた謎の巨大不明生物、その名はキングギドラ。この子に襲われたい人は今すぐ遊園地にゴーだ。はい、こちら高さは 15.5 センチほど、幅は32センチほど、そして奥行きは30センチほどになります。素材は PVC で結構軽いです。ゴジラと並べるとこんな感じか。ー来たー、アトラクションの再現や。まあ、ここに僕もね混ざったんですよね。
やばい。でもこれ頭部の高さはね、ゴジラの方が若干あるね。でね、このキングギドラのフォルムはハリウッドギドラに最初似てるなと思ったんですよ。この羽の形とか、こうなんとなくの雰囲気がね。でもね、このキングギドラね、首がね、かなり短いんですよ。で、こう CG を見ても、まあこう、角度的な問題もあると思うけど、ちょっと短めじゃん。で、ハリウッドギドラは実際はこんな感じでさ、首、長めじゃん。なので僕ね、このキングギドラに似てると思ったんですよ。それが、白亜紀型キングギドラ。あの、モスラ3に出てきた、グランドギドラの幼体ですよ。この首の短さとか、足の感じとか、なんか似てると思ったんだよね。こう、かかとがちょっとグイッて上がってて、今にも走り出しそうでしょ。これがやっぱね、白亜紀型キングギドラと似てんだよね。やっぱ鳥っぽいというかね、恐竜っぽさあるね。そしてゴジラと同じように、硬そう。あ、でもここ、すごい、ちゃんと鱗してる、ここ。すごい、ちょっと鱗だ。おもろいなぁ。で、結構前傾姿勢になってて、このボディ、ここなんか大胸筋がボコーンと発達してるように見えるよね。このあたりも新しいと思う。マッチョギドラじゃん。そして、この顔。これはね、こう口先がかなりとんがってて、なんか鳥っぽいんだよね、この子も。ほら。なんかここまで尖ってるギドラ、今までいたっけなと思って。ほら、なんかすごいグイーンとさ、尖ってる感じしません？でもさ、この感じもね、あの子に似てるんですよ。そう、この白亜紀型キングギドラ。うん、やっぱめっちゃ似てるわ。この口の形が特に似てる。うん、あ、かなり似てる。やっぱちょっと似てる。ちょっと可愛いな。で、顔の造形自体はそれぞれ同じだと思うんですけど、こうね、陰影とかがしっかり入ってて、すごく立体的。この首のさ、意識とかもさ、結構凝ってあるのよ。だってさ、重塗装バージョンのハリウッドギドラでさえさ、首の後ろ、彩色されてなかったんだよ。そういう点で言うと、かなり彩色されてると思いません？このあたりによって、結構立体的に見えるんだよね。で、またこの首の突き出し方いいね。この感じ。躍動感すごいじゃん。これはね、アトラクションをよく表してるわ。ぜひみんな襲われてほしい。で、ちょっとね、裏側も先に見るけど、やっぱね、ちゃんと彩色されてんのすごくいい。やっぱすごく立体的に見えるよね。うん、かなりトゲトゲしてるね、このギドラ。このね、感じはね、普通にいいなと思った。あ、このね、尻尾のところまでしっかり彩色されてる。わ、いい。こう見えない裏側はね、首はサボりがちなんだけど、手を抜いてないですね。か、素晴らしい。そして先端はいつものこの感じね。このトゲトゲにも骨があるっていうのがね、最近作ったギドラの骨で分かったからね。やっぱ卵が美味しい、お寿司屋さんが美味しいみたいな感じで、こう裏側が凝ってあるフィギュアは間違いないから。そしてギドラといえばこの羽ね。まあね、羽はこうソフビっていうことで、ややこう短くはなってるんだけど、このコウモリのような形は、ちょっとハリウッドギドラ感あるね。最近のギドラのトレンドかな？でもこう筋とかが入ってるのがすごくリアル。でね、ここ、腕と手があるんだよね。これは珍しくない？今までになかったんじゃないかな、もしかしたら。うん。こうギドラの固定観念をぶち壊してるよね。でもここもね、アトラクションを見ると、あ、なるほどねって思うと思うんだよね。だからこそね、見てほしいわ。だから、既視感はあったけど、なんか新しさを感じたのは、この腕があるためだったんだね。ちょっと腕がついたことによって、化け物感が増した気がする。まあね、そんなね、この2体の交わりをね、みんなにぜひこう、もう見てほしいわ。てかね、みんなにこう一緒に参加してほしい。共演してほしい。でもね、ほんとそういう感覚なんだよね。そういうアトラクションだから、もう本当にね、みんなにね、参加してほしいわ。もうそれだけだ。僕が言えることは。今この動画を止めてすぐ行くんだ。ではね、ここで他に買った商品を、ま、パパッとね、ご紹介したいと思います。まずはこちら、クリアファイル ×2。まあね、これは定番ですね。まずはね、このゴジラザライドのロゴ。この形めっちゃ好き。そしてよく見ると、ここにはゴジラが。そして裏側には、ダン！ほら、あの商店街に現れた怪獣を。しかもこれさ、見て、電車を加えてる。かも最高じゃんか、これ。そして奥には、ギドラ！やっぱかっこいい！うわ、やばい！でね、おー！これは
かもこれじゃ見せられない。もう一つのクリアファイルめっちゃ可愛くない？こう観覧車やメリーゴーランドたちと一緒にいるゴジラやギドラうわーでもこのギドラのフォルムかっこいい。これはレアだ。そしてここには電車くわえゴジラもいるし、そしてでこれ裏側がめっちゃかっこいいんだけど、まあ、若干ネタバレになるかもしれないから注意ね。ほっうわギドラ、このギドラの全体図の CG みたいな。ヤングギドラ感すごいな。あでもやっぱハリウッドギドラにも似てるな。うわかっこいいわこのギドラ本当。くーそしてこのうわーやっぱ黒目あるね。改めてちょっと平成ゴジラ感あるな。もう本当にかっこいいわー、背びれ光ってる。そしてそしてこの子、皆さんこの子の活躍にも期待してください。そして続いてはタオル、こんな感じ。うわーめっちゃかっこいいじゃん。赤がいい、赤が。こうゴジラたちがあえて白黒になってることによってこうすごい浮き上がって見えるんだよね。これすごいいい彩色ですね。こう四隅に怪獣がいるデザインもめっちゃいいし。でこれね2種類か3種類ぐらいあった気がするな。買ったらよかったな。いやでもこれね毎回こう顔洗おう。そしてこのコースター、僕ねコースター地味に集めてるんですよ。でもこれシンプルにおしゃれじゃない？この木って言ったらいいんかな、なんかクッキーのようなね、表面にゴジラのシルエット。わもうほんとなんでこんな美しいんやろゴジラって。まあねこのコースターの上にドンとゴジラのマグカップを置いてやると、もう商品を無理やりコラボさせてやるんですよてかなんでこれ毒入ってんのか。ホイールからこのお菓子も僕は結構買ったわけですよ。今ねリアルにお腹空いてるからここで食欲を満たすよ。まずはこいつだ。これはねゴジラザライドポテトスティック、コンソメ味、フライドポテトじゃなくてポテトスティック。よし、お3つ入ってる。ちょっと待って3つ入ってる。これで3日飢えをしのげる。はい、あフライドポテトだ。普通に美味しい。ポテトを揚げただけでなんでこんな美味しいんだろうね。続いてはこちらゴジラキャンディ、これめっちゃ可愛くない？この形と柄まさに昭和のゴジラのお菓子っていう感じ。こんなお菓子昔あったのかな。ほっほっ、わーでもさこれ本当に可愛くない？だってこのサイズですよ。あーこれはもったいなくて食べられない。もう甘いんかなと思ったらめっちゃ酸っぱかった。なんかねレモンの飴っていう感じ。でも癖になると思う。だけどね一個一個食べること推奨で、最後ゴジラザライドプリントクッキー、やっぱこの表紙がかっこいい。もうクッキーの箱でさえ捨てられねえわ。よいしょ、あーもうなんでゴジラー。でもさこうやってしっかりプリントされてるのすごくない？ギドラ、ゴジラ、ゴジラザライド、ラドン。じゃここはねもうあえてギドラ、貴様を食ってやる。クッキーだ。これはねクッキーが好きな人におすすめで、このクッキーにはこんなんがついてて、これね、まあ、とりあえずねこれ切り取るわけですよ。ちょっとハサミで切り取りますね。で切り取ったらこんな感じになるわけですよ。てかこれがもうすでにめちゃくちゃ貴重な気がするね。これかっけー。でギドラ、うわあ、あってこんな感じになってんだ。でラドン、いいね、ちょっとギドラに似てるの。でこれらをねここ山折りにするわけですよ。こんな感じ。はい、こんな感じでそれぞれ山折りにしたら、この最初の箱、これねよく見るとわかります？これ土俵になってるんですよ。これ真ん中のこのね白線があって、トントンズモプリントクッキーということで、ここでねこう遊べるわけですよ。これは面白い。じゃあゴジラ対キングギドラいきますか。ちょっとラドン、こう審判っていうかこう、あの真ん中の人ね。どっちが勝つか、これ本当わかんないぞ。これちょっとやってみるか、じゃあ。では、ゴジラ対キングギドラ、第2ラウンド。発狂い。残った！ラドンの勝ち？はい、そんな感じで見てきましたが、最後にね、こちら、ゴジラザライド、T シャツ。ゴジラ対キングギドラ対ラドンっていう映画なのかな？三大怪獣最大の決戦。幻の映画感あってよくない？これね、真っ白じゃなくて、ちょっとね、オフホワイトというかさ、ベージュっぽいというかさ、ちょっと色あせてる感じが古っぽくていいなと思って。買
ちゃやした。であとね、これねゴジラじゃないんだけど普通にいい靴、これはねゴジラじゃないんだけど普通に可愛くて買っちゃった。これねクリームソーダの刺繍が入った靴下で、なんか色味がすごい可愛いなと思って、他にも色々あったんだけどこれが一番だったね。まあね、そんな感じで、まあ、感想はね散々言ってきたと思いますが、とにかくおすすめ。ゴジラザライドは言わずもがな。遊園地としてもね普通に楽しいし、僕はね好きでした。また行きたいなと思います。ではそんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。また来るぞ、西武園遊園地。